皆さんこんにちは、山根です。デリカ D5 からホンダの Nボックス に乗り換えましたのでご紹介します。購入しましたのは新型 Nボックス カスタムターボの4駆モデルです。車の詳しいご紹介はすでに多くの方がされていますので割愛しまして、今回アクセサリーを自作しましたのでご紹介します。作りましたのはコンソールボックスです。多くの方がご指摘されていますが、収納スペースがちょっと少ないと感じたのと、使いやすい位置にドリンクホルダーが欲しかったので作りました。この辺りにあればいいかなと思っています。右側の奥に一つありますが、少し使いづらい気がします。これが作りましたコンソールボックスです。製作にあたりましては、クラフトワークスさんのコンソールボックスを参考にさせていただきました。こちらが正面、運転席側、上側、助手席側、後ろ側、下側、上側の前に2つのドリンクホルダー、後ろ側に蓋付きの物入れ、蓋は載せているだけです。中はこんな感じです。蓋の上側には周囲に縁をつけて小さなものが置けるようにしています。裏側にはずれないように三方に溝をつけています。若干の遊びを設けています。寸法は図のようになっていますが、私の身長と座席の位置に合わせて作っています。それでは車に取り付けてみたいと思います。設置は助手席側の側板を運転席と助手席の間に差し込むだけです。これで設置完了です。アームレストにも干渉しません。若干の隙間があります。シフトレバーが P レンジの時は余裕で2つ使えます。シフトレバーが D レンジと S レンジの時はドリンクがシフトレバーに干渉するので、ボックスの位置を調整する必要があります。S レンジの時は2つ使うのはギリギリといった感じです。前側のドリンクホルダーを余裕を持って使うにはもう少し下げる必要があります。そうすると後ろのドリンクホルダーが使えなくなるので、アームレストを上げなくてはいけません。後ろの蓋の上には小さなものを置くことができます。蓋は前に引き出すように外します。取り外しも簡単です。好みの位置に調節できます。
県に雷注意。